こんにちは、リエフィット塾始まりました。今日は万歳するだけで二の腕がすっきりするストレッチやっていきたいと思います。二の腕見せて、二の腕、みんな二の腕、なんか私の方が一番やばい感じ。ちょっと待って、やばいな。これ今日リエ先生もちょっと課題です。でも自分に厳しく、人に厳しくいくんで、今日もよろしくお願いします。はい、ではそれでもまずあぐらをかいて、手を斜めにキュッと伸ばします。ギュッとね、伸ばしきることが大事です。ここ二の腕使ってギュッギュッと伸ばしていこうね。はい、ではよーいスタート。肘を伸ばしきる、伸ばしきって、もっと伸びる、もっと伸びる、ここ、そう、この脇の下から斜めに、なんかこう物があるの、物があるのをこう掴む感じね。動かしてる？動かしてる。動かしてる？いいですね。いいよ。もっと遠くに肘伸ばす。肘伸ばしきる。はい、オッケー。では次は手を大きく開いて、何でもいい。もう好きな人でも、可愛いぬいぐるみでもいいの。ハグをする感じ。で戻す。ギュッとハグして戻す。これを頭に入れて、想像できた？何でも想像が大事です。今ここを使ってるんだ。でここに何かがある。ギュッて掴んでまた戻すみたいな。笑ってる？笑ってる。はい、じゃあいきますよ。30秒。よーい、スタート。手を伸ばして、楽、ギュッとハグしてください。はい、もう一回伸ばして。ハグ。背中も使ってね。伸ばして。ハグして。ギュッ。ハグしたことある？じゃあもうちょっと大きく伸ばしてが、キュッ。あ、じゃあもう分かった。5年ぶりに会う、なんか好きな女の子にハグ。はい、オッケー。で次はパンチしていきます。右、左。これもまず意識するのはこの伸ばしきることね。私も課題なんですけど、この伸ばしきるとこの二の腕の下の方に、下のこの筋肉ですね、力が入るの。なのでここをしっかり伸ばしきって、嫌いな人でもいいよ、嫌いな上司でもいいよ、なんかこうムカつく人にカーンってパンチする感じね。ギュッギュッって。ではよーい、スタート。キュッキュッ。いいね、なんかハグよりいいね。ストレス溜まってんの？上手よ。ギュッとしっかり伸ばして、ギュッギュッ、いい感じです。しっかり伸ばしきって、曲げて、そう、伸ばす、曲げる、伸ばす、曲げる、メリハリつけて、いい感じよ。はい、オッケー。次は肩に手を置いて、後ろに大きく肘で円を描くように回していきます。で、この時に顔が斜め下とか向かないように、前を向いたまま、で、背中がこう丸くならないことを意識してね。では、よーい、スタート。大きく回していきましょう。肘で円を描くように、肩甲骨もしっかり使ってイメージをしながら回してみてください。皆さん、いい感じですよ。呼吸を止めないでね。大きく、大きく回していきます。もっと後ろも大きく回す。そう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 。はい、オッケー。次は反対回しです。前に、前に、肘で大きく円を描きながら回していきましょう。よーい、スタート。丸くならないように背筋を伸ばして、なんかこう上から誰かにね、引っ張ってもらってるイメージを常に持ちながら、で、できるだけ肩に力が入らないように肩の力を抜いて回していきましょう。いいね。なんかこのストレッチは何回かやったことがあるからね、だいぶ上手になりましたね。はい、オッケー。じゃあ次は肘を床について横側をゆっくり伸ばしていきます。これ30秒。よーい、スタート。ぎゅーっと肘を伸ばして、いいですよね。そうそうそう、
くに遠くに。で、なんかこうもっと伸ばしたいなって人はちょっと斜め前に体を倒してみてください。そしたらまた別の部分が背中ら辺がね伸びてくるので、いろんな角度を感じながら自分に厳しくやっていきましょう。はい、オッケー。はい、反対。よーい、スタート。ぎゅーっと伸ばして、呼吸を止めないで。肘を伸ばす。なんかだいぶみんな、なんか2人ともさ、ストレッチの形ができてきたね。いいね。はい、オッケー。はい、じゃあ次は足をクロスしてお尻を伸ばします。で、できるだけ自分の方向にキュッと持ってきてあげる。無理な方は膝、足の裏つけるかな。そう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 、このままキュッと。で、この時に背中が丸くならないようにまっすぐで引っ張ってもらってる意識をしながらやっていきましょう。これを30秒。よーい、スタート。ギュッ。これはね、もうちょっとこう尻を伸ばすだけのトレーニング、ストレッチなので休憩に近いね。曲がってるよ。意識して、常に意識、後ろ上からピッと振ってもらってる意識ね。呼吸を止めないで。はい、反対。よーい、スタート。なんか曲がってるよ。そう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 、なんか成長したね、あっち。なんかちょっとだけやる気が見える。出遅れてるからね。はい、オッケー。はい、次は手を横に開いてねじる。ねじる。もうね、自分の手が雑巾だけど、雑巾をぐギュッてねじる感じ。では、よーい、スタート。交互に。で、この時に肩に力が入らない。肩の力を抜いて、手を絞っていこう。ギュッギュッてこう絞られてる感じ。いいね、いいね、いいよ。手に力が、手じゃない、肩に力が入らないように。はい、オッケー。はい、次、手をバンザイして外側に手のひらを向けて、で、このまま下にキュッとおろしく上げる。これを30秒。よーい、スタート。ゆっくり自分のペースでいいです。下ろすときに息をふっとちょっと吐く。そう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 。そう。できるだけ手が顔の前に行かないように、耳の横に手を置いて下ろしてくる。しっかり肩甲骨を使って、肩甲骨使って手を真上に上げよう。はい、オッケー。はい、では次は肩にわざと力をギュッと入れてストンって下ろす。これ30秒。ちょっと休憩ストレッチになりますね。いきます。よーい、スタート。わざと力をしっかり入れてストン。もう一回。もう自分のペースで行ってください。ちょっと力入れて下ろす。そうそうそう。緊張してるところに力を抜いて、次は手を遠くに伸ばして物をこう掴む感じね。斜めに大きく体を動かしていきましょう。手は肘ついてもいいので、よーい、スタート。掴んで掴んで、いいね。しっかりこの脇腹と二の腕、肘も伸ばして
ばしていきましょう。ゆっ、気持ちもうちょっと斜め前、斜め前、いいね。呼吸を止めないで。はい、オッケー。はい、こっからちょっと低くなってくるよ。肘を90度にして手を横に伸びて戻す、広げて戻す。これを30秒。よーい、スタート。広げて戻す。そう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 。いいね。自分のペースでいいよ。しっかり肩甲骨をギュッと寄せるイメージで肘を開いて戻す。いいよ。ギュッ。そう。いい感じ、いい感じ。顔前に出ないよね。肩だけを動かす。広げて。はい、OK。 じゃあ次は肘を揃えたまま顔の前で手を上下に動かします。で、この時にできるだけ肘が開かないように、開いちゃうって方はそれでもいいので、一生懸命上に上下に上げてください。よーい、スタート。ちっちゃくていいよ。無理に大きく動かさなくてもいいです。いいよ、頑張れ。二の腕細くなるんだよ。かっこいい腕になるんだ。想像して、自分がかっこよくなるんだ。頑張れ。いいですね。はい、オッケー、素晴らしい。はい、次、頭の後ろに手を組んで、おへそを見て胸を広げる。これ30秒繰り返していきます。いける？もうやめる？やめません。やめないね。よーい、スタート。おへそを見て胸を広げる。もう一度おへそを見て胸を広げる。そうそうそう、しっかり動かして。おへそ見るとき肘をちょっと中に入れよう。そうで、また広げる。自分のペースで行ってね。皆さんも頑張って。今一番きつい時です。でもここ耐えましょう。無理をしないようにね。はい、 OK。 はい、手はそのままで、次は右左とねじっていきます。よーい、スタート。早ければいいってことじゃないです。しっかりねじり切ることが大事なので、ゆっくりで大丈夫ですよ。できるだけ背中は丸くならないように、胸を張って。そう、胸を張ってからねじる。いいですね、頑張れ。はい、 OK。 はい、じゃあ次、あぐらかいたまま、いい汗かいてる。次は肘を床について、手は頭の後ろで、肘と膝をタッチ、戻して開く。30秒いいですか。よーい、スタート。しっかり膝にタッチして、上を見て、また膝をタッチ、上を見てタッチ、上を見て。いいよ、自分のペースで。しっかりこの脇腹、そして膝にタッチしたときに、この背中のここら辺が伸びるよね、後ろ側が。ここを伸びてるのを感じながら動かしていきましょう。もうちょっと、もうちょっと、頑張れ。はい、 OK。 はい、反対。よーい、スタート。膝にタッチして、上を見る。タッチして、上を見る。上手上手、いいよ。自分に負けないで、飛べって感じ。頑張れ、負けないで。呼吸を忘れないでね。はい、 OK。 はい、じゃあ最後、また肩に手を置いて後ろ回し30秒やっていきましょう。よーい、スタート。
ぐるぐるぐるっと回していくよ。大きく肘で円を描くように回していきましょう。後ろもしっかり通るようにね、肩甲骨を動かすイメージです。イメージして、イメージして、背中のお肉も取れてくる、二の腕のお肉も取れてくる、想像して、はい、オッケー、はい、反対、よーい、スタート。次は前回し、肩に力が入りすぎないように肩の力を抜いて、おー、いいですね。いいよ、いいよ、しっかり回していきましょう。回しまして、ほら見て、子供たちも応援してるよ、後ろで。はい、オッケー。はい、終わりました。万歳するだけで二の腕効いた。いや、すっごい汗出てて、いい運動になったと思う。いや、もうあのね、7本目にして2人の成長を感じた。最後まで諦めないっていうこの気持ち、あったでしょ。ありました。あったでしょ。この気持ちっていうのが、ね、すごく伝わってきました。合格。皆さんも最後までね、お疲れ様でした。二の腕を意識したストレッチなんですけど、この背中周りだったり腰だったり脇腹のストレッチもしっかり入っているので、毎日続けることで全体的にスッとね、スッキリするストレッチになっています。なので皆さんも続けてみてください。ではお疲れ様でした。バイバーイ。Tell you a story.